思い側は、日本の栃木県小山市原産の栽培品種の桜。1954年に、小山市の小山修道院の庭先で、東京大学理学部附属植物園元主任の久保田、秀夫が10月桜の未生を採取して植えて、育てたところ、10月桜とは違う特性を持った桜が育った。これを、日光植物園で、栽培品種の新種として固定し、 小山修道院の付近を流れる重い川にちなんで命名されたのが重い川である。現在は森林総合研究所の詳細な遺伝子解析の結果により遺伝的には野生種の江戸悲願、豆桜、大島桜の遺伝子を受け継いでいることが判明しており、10月桜にソメイヨシノの花粉が交雑して誕生したと推測されている。小山市。 小山総合公園にて落葉は香木で、樹形は横に伸びる花車場。十月桜に比べて、花の大きさは小さめな中は、花弁のピンクの色が比較的鮮やかな泡べに、花弁は半夜絵で6から10枚ほどになる。十月桜とは違い春にだけ咲き、花期は小山市では、染井吉野と八重桜の中間の4月中旬。 小山市では1978年7月10日に、重い川を、市の花に制定しており、2001年から始めた桜の、佐藤屋制度で植えられたものだけで2019年時点で、市内に2000本以上が植えられている。重い川右岸の白鸚大学大工寺キャンパス裏での、重い川堤防、重い川左岸の重い川流域堤防や、小山総合公園内や小山市役所裏。 小山駅や美和塚古墳とマリシ店テン塚古墳周辺の街路樹に多く植えられている。1996年に長野県飯田市在住の森田和一が飯田市内に植栽されていた重い川の果実を20粒採取してその種子を種まきしたところ5本が育った。このうちの1本が従来の重い川より花弁数が多い15から21枚であり干渉性が高いものであった。 この一本を継ぎ木により苗木を増殖、育成して98項目の特性を継続的に観察、調査し続けた結果、原木の思い側と比較して違う特性が固定されていたと判明したため、2018年6月18日に日本下の会により新たな栽培品種、思い出桜として認定された。命名は、思い側の首都。 稲谷から出た桜の意味を組み合わせたことに由来する。特徴は、重い側と類似するが、花弁数が15から21枚の八重咲き、中輪花である点で異なり、葉が開くのが開花後な上に、高性のため、重い側以上に高い干渉性を持つ品種であると、されている。ありがとうございます。